やばい、出してます。めっちゃ怖いな、これ。あ、溶けてる溶けてる溶けてる。どいやされるやん。万博それぞれにお土産を選び合ってもらいます。あ、値段が、あれあれ、ちょっと中ちゃんだけにします。夢丸くんはね、もう欲しいもの大体持ってるでしょ。1945円、買い物上手。俺この番組はですね、お酒とおつまみを楽しむ飲み旅からその街を知るをテーマに、はい、僕ら飲み旅案内人がその街の魅力や飲み旅の楽しみ方をお酒と旅から深掘りしていく番組となっています。やったー、ただ楽しいだけ。ものすごい映えてますからね。めちゃめちゃ映えてます、ね、これは、うん、色めっちゃ合ってますね。合ってる色とね、丸さんが最高にアジサイと合ってますね。そうね、はい、そんな今回はですね、はい、旅の醍醐味ということで、はい、箱根湯本でお土産を探していこうと思うんですが、あ、もう大事、ね、せっかくなので散歩もしようよということで。いや、素晴らしい。いや、もういろいろ楽しみましたけど、また楽しませてくれるんですかっていう。いや、これ飲んだ後にちょっとこう散歩しながらね、こうお土産見るなんて一番幸せじゃないですか。一番幸せですね。いい風が吹いてる時よね。そう、この酔っ払ってる時のこのマッチの具合がすごい。確かに素晴らしい。これじゃあ早速お土産いいですか。行っていきましょう。行きましょうか。行きましょうか。はい、はい、最高の天気じゃない。最高ですね。気持ちいいし、もう雲一つあった、ね、ありましたね。雲一つだけあった。雲一つだけあった。一つだけ、うん、でも、ほんと雰囲気もいいしね、うん、あ、気持ちいい、風が、めっちゃ涼しい。今日風が本当に心地いい。なんか建物の感じとかもすごい素敵ですね。ね、本当にまたこうやってゆっくりね、あの、歩くことあんまないからさ、すごい落ち着くし、ね、いつものペースで歩いたら一瞬でここ通り過ぎて、そう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 、いつもはね、無言でね。でも見た川とか、あの赤い橋とかさ、いやー、綺麗でしたね、あれ。風情があって、お風呂がすごい癒されました、ね、でもすぐそこだからさ、ここですね。気持ちいいなー。いや、ちょっとね、お腹空いちゃったな、ね、ちょっと涼しくなりたいじゃないですか、ね、ですよね、うん、ちょっといいですか、僕。何？僕ちょっと実は、近くにちょっと美味しいソフトクリーム屋さんあるのを調べてて。え、おソフトクリーム、ちょっとお二人にちょっと、うわ、食べたい、ね、暑い時ぴったりかなと、うん、ちょっと買ってこうかなと。ありがとう、いい、じゃあお願いします。ちょ、早いです、早いです、早いですね。ちゃんとありがたみ持ってもらって、ありがたみ持ってくださいよ。早く買ってこいよ。ちょっと行ってきます。いいの、買ってきてくれるの。行ってこうかなと思います。あ、本当に、ありがとう、はい、ありがとう。じゃあ待っております。お二人の方で待機しておきます。はい、じゃあ俺はなんか適当に、うん、なんかまたつまみ食い、一旦ロケ車戻ります。リアルな生々しいワードが。なんかこっちなんか裏路地みたいな抜けていこうか。路地って結構いいですよね。裏路地好き？好きです。俺も好きなのよ。いや、なんかもう愛知だから半田市あるじゃん。そうそう、半田。この入り組んだところめっちゃいいですよ。半田の裏路地もいいよね。いいですよね。あ、でもやっぱもう時期ですから、アジサイが咲いてて ね、 綺麗ね、うん、花言葉が浮気っていうね、あんまり嫌な、すごい今いいですねって言った後に、うん、すっごい嫌なこと言ってる。ごめん、それ花言葉調べた時にショックだったの覚えてるんだよ。アジサイで、アジサイ綺麗なのに浮気なんだ、浮気なんだって言って、うわー、すごい、すげえ、いやー、うわー、最高。やっぱ我々愛知県の三河の地区も同じね、ようなところありますよ。ありますからね、山の方行ったりすると綺麗なところ。いや、でもなんかこう、まあさすが箱根っていう、確かに感じありますよね、整えられてる感じは。なかなか来ないからね、うん、どう癒されるやん。めちゃくちゃ方言出てましたよ。え、出てた、出てます、しかも、え、出とった、出てます、おう、こう、え、なんか、しかも、うん、多分っすけど、僕が住んでる地域とちょっと違うっす。ちょっと違った、いやーって言ったけど、うん、あ、言わないっす。あ、どぎもちいやーとか言わん、言わないですよ。え、そう、どう、なんて言うの、
デラ気持ちいい。デラ、デラとか。デラは名古屋っぽいけどな。デラ。あれ本当に岡崎？岡崎っすよ。言わないですかね。もしかしたら僕ん家の家系が行ってたから行ってるかもしれないですね。まあ、とにもかくにも素晴らしい景色。素晴らしい。方言の話いいんですよ。でも中ちゃんはありがたいよね、こんな暑い中走ってね、買いに行ってくれてるから。いやもう楽しみで仕方がない。今この景色見ながら冷たいもの食べるというのは。また中ちゃんが好青年だから。あんなにオーバーオール似合う青年いないよ。アイスポってオーバーオール。そう。ワンパクすぎないですか。確かに。かわいいし。今日ずっとここに来るロケバスね、俺一個前の席だったけど、中ちゃんずっと台本をこう入念に2時間ぐらいかかったでしょ。かかりましたね、こう箱根のこういうぐるぐるのガタガタになってる時もずっと読んでた。2時間しっかり目を通して。こんにちは。こんにちは。すごいいい香りですね、店内が。すごい。これコーヒーの匂いですか？コーヒーの香りですか、これ？あ、ここで焙煎してます。あ、そうなんですね。木豆をですね、ご注文を受けてから焙煎してます。あ、注文してから焙煎始まるってことですか？すごいですね、はい、これとかも手ぬぐいで作られてるんですか？手ぬぐいは温泉地らしいお土産を作りたいなと思って、箱地にちなんだ絵柄とか、エトの手ぬぐいとかをオリジナルで作ってます。すごい。ちなみになんですけど、はい、ちょっと今飲み旅のステッカーをちょっとお配りしていて、これお店に置いていただくことって可能だったりします？あ、はい、あれ大丈夫です。あ、こんなにいただけるんですか？ありがとうございます。はい、いただきます。じゃあぜひ来ていただいた人に、はい、配っていただくと嬉しいなと思います。わかりました。お願いします。はい、はい、で早速注文していってもいいですか、ね、はい、はい、ですね、コーヒー牛乳ソフトを3つください。はい、1200円です。はい、ちょっとお待たせてしまっているのでダッシュしたいと思います。もうすごい今から焙煎するんですね。うわすごい。お、とても柔らかいので、はい、まっすぐ。はい、すみません、ありがとうございました。いただきます。ありがとうございます。やばい、出してます。とっても柔らかいので、すいません。うわ、めっちゃ濃いな、これ。あ、溶けてる、溶けてる、溶けてる。お待たせしました。わっ、来た来た。わっ、ギリギリ。ありがとう。ギリよ、倒れちゃう。めっちゃこれ早いですね、溶けるの。すごい溶けるの。え、いいの？食べてください、ぜひ。いただきます。いただきます。最高の景色だから。うまい。これなんだろう、紅茶？これコーヒーですね。コーヒー、コーヒーで、注文してからコーヒー豆焙煎してくれて。うまっ。出来たての。ほんと豆から引いてるわ。味濃いなっていう。ものすごいあの香りが、うん、香りが確かに。おいしい。やばいやばいやばい、溶けてちゃう。わんぱく。この景色の中で俺が持ってきたらもっとわんぱくでした。みんな持ってきたよ。いいね。これをちょっとこの夏に食べていただきたかった。いや素晴らしい、ありがとう。こんなめっちゃうまいし、うん、しかも引いてくれてるのよ、その場でね。そうなんですよ。お店の中とかも香りがすごくて、うんうん、お店に行ってもすごい楽しめる。なんかいわゆるそのコーヒーの、ソフトクリームとは全然味が違う。違う、ね、本格派。いいですね、うん、じゃあそろそろ行きますか、うんうん、行きましょうか。どうか、お土産、うん、行きましょう。行こうか。あ、そっち。はい、街ブラを満喫したところで、はい、はい、ご当地お土産を探していきましょう。よいしょ。なるほど。
もらえない人がいるかもしれないね。お土産選びしてもらいたいと思います。はい、ということでこれを。おわかわいい、ポチ袋かわいい。お小遣いをあげます。 ありがとうございます。お小遣いかわいい。じゃあこれで買っていきましょうか。行きましょう。うわ、全部美味しそう。ラーメン、溶岩ラーメン、すごい。担々麺だ。いや、これはちょっと迷うな。お酒をやっぱ中ちゃんに、中ちゃんやっぱお酒覚えたてだから、中ちゃんも美味しい、これだったらっていう。でもこれとこめちゃくちゃかっこいいけど、地ビール、ライジングサン、ライジングサンめちゃくちゃかっこいい。これにしようかな、ライジングサン中ちゃんで。夢丸くんもお酒好きだから、これ550円か、意外に買えるな。ちょっと中ちゃんだけにしよう。夢丸くんがね、もう欲しいもの大体持ってるでしょ。夢丸くんに何、夢丸くん何がいいかな、なんか可愛らしいやつにしよう。ピンクいものないかな。あ、ピンクで選ぼう。やっぱピンク好きだろうからピンクにしよう。ピンクトイレで、よし、これでお二人に。やっぱお酒覚えたてのジビーでピンクトイレ、これでいきたいです。で、ちょっといろいろ店内もう先に見てたんですけど、やっぱりつまみがいっぱいあるんですよね。で、とりあえずまずここ、ここちょっと下がるんですけど、これ梅クラゲとか、イカの塩辛柚子入りとか、この日本酒と合いそうなおつまみがたくさんあるわけなんですけども、お土産を交換するんですよね。何にしようかな。ちょっと中林くんが、まあ、お酒の勉強という形でね、まあ、参加してるわけなんで、ちょっとあの食べやすくて、あの日本酒に合うようなおつまみを見つけれたらいいなと思っております。じゃあちょっといろいろ見ましょう。あ、うわ、個人的にこれ食べたい。おにぎりにね、まぶしてね、食べたいですね。やっぱまあこのお店かまぼこが有名ということなんでね、かまぼこから選びましょうかね。ちょっといろいろ見たんですけども、うわー、ちょっと勉強というか食べやすいものだと、やっぱ味濃いめで日本酒にもちょっとね、癖とかをちょっと相殺できるようなものを選んだ方がいいかなと思うんで、シンプルなかまぼこだとちょっとなんだろうね、まあ、合う合わないがあるかもしれないんで、その非常に食べやすいもの、こちらプチカマをね、ここの種類を、これお小遣いっていくら入ってんだ。2000円、全種買ったらオーバーするということで2個選びます。うわ、明太マヨも捨てがたい。うわうわ、明太マヨとチーズどっちにしよう。いや、プレーンは捨てたくない。引こう。すいません、明太マヨのプチカマとチーズのプチカマってどっちが人気ですか？チーズ。じゃあチーズ一つとプレーン一つください。で残り1500円だから500円余るでしょ？この辺いっちゃいましょうよ。この辺、1個売りしてるんで。
ね。これは非常に買いやすい、食べ歩きにも向いてる。もうすべてね、かまぼこにぶっ破しました。いやー、いいんじゃないですか。これでお願いします、お会計。いやちょっとね、かまぼこ大好きなんで楽しみです。まあ、わさび醤油でいただくのもね非常にいいんですけども、こうやってねちょっとあのアレンジが入ってるやつも非常に美味しいんで。豊橋とかだって山佐のちくわが有名なんでね。まあちくわもね、こう新幹線内で食べながらビール飲んだりとかできるんでいいですよ。皆さんやってみてください。さあさあさあ。めちゃくちゃいい値段出してんじゃん。1945円、買い物上手よ俺。じゃあこれで買い物終了ということで、お土産交換いきたいと思います。はい、ということで僕がお土産選んでいきたいと思います。なんですけど、僕まだまだ知らないことの方が多いので、ちょっと店員さんのお力を借りようかなと思って、ちょっと聞いてみます。すいません、なんか酒のおつまみでおすすめとかありますか。はいはい、塩辛とかおすすめ。こちらの加工用品、はい、こちらはイカの胴体の部分のみを使って皮が剥いてある。あ、そうなんですね。はい、ちょっとほんのり甘みがあって、うわ極上品。これ惹かれますね。これこれは惹かれるな、極上品。うわ、これ何個かな。これおすすめですもんね。おすすめです、ですもんね。はい、じゃあ1個目、じゃあこれいっちゃおうかなと思います。これいきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕あの梅酒とか好きなんですよ。確か蘇我梅林の梅酒が有名って調べたんです。なんか逆に梅酒とか飲まなそうですよね。逆にありやな。あ、これ金賞受賞蘇我梅林の梅酒。値段が、あ、値段があれ、あれ値段が、まあちょっと、あ、それにもある。こちらこれでもちょうど3人の1杯分ぐらいにはなるんですかね。こちらの蘇我梅林の梅酒、これね有名みたいなので、これをちょっとプレゼントしたいなと思います。よし、じゃあちょっと極上の塩辛と蘇我梅林の梅酒、これでいきたいと思います。ちょっと喜んでくれると嬉しいですね。僕たちの買い物が終わりましたけども、この番組のねプロデューサーさんに何かプレゼントしたいなと思いまして。おお、なるほど、石川ピーに、はい、いいですね。なんかちょっと面白グッズというか面白いものでもいいのかなと思ってて、まあ、喜ぶものを選んでいきましょうというふうにね。いいですね。何がいいんだろうな。何かありました。いいんだろう。プリンとかいない。これお店のものですよ。あ、そっか、このお店のものですよ。売り物じゃない、売り物じゃない。ね、どれがいいんだろうな。でも結構お酒飲むでしょ。あ、飲みます、飲みますよね。過去飲みたびもでもひたすら飲んでます打ち上げで。あ、やっぱそうなんですね。一番飲んでます。550円。これも売り物じゃない。これも売り物でもない。売り物、あ、売り物か。これ日本酒ですか。すごい、すごい。あれ、マスもいいんじゃない。一号マス、そんだけお酒好きだったら。確かに。あ、じゃあもうこれだけでいいかもしれない。箱根街道って書いてあるやつ。これマス、マスグッズ、みんなでマス買う。あ、いやいや、これで乾杯する。これで、あ、いいですね。確かに、いいですね。ね、これいいですね。これいいですね。ね、4マス。みんな お揃いで。ね、お揃いで記念にもなるし、いいですね。ね、これいいですよね。これいいですよね。もらっちゃ困るやつ。これなんですか。お、あ、すごい。うん、めっちゃいいな。ダイナマイトわさび漬け。ダイナマイトわさび漬け。激辛とかできる。いいんじゃない。いいですね。いいですね、これ。いいですね、これ。このマスマスで。このマスで。はい、これで使いましょう。使いましょう。
どうですか、喜んでくれそうですか。いや喜んでくれると思います。なんかね、こう3人だけじゃなくて4人の思い出と、うん、そうですね、あとやっぱりそのちょっと激辛というスパイスを、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、よかった、はい、いいの買いました。買いました。楽しみですね。ね、も嬉しいですね。ね、嬉しい、なんか。嬉しいですね、なんか。やっぱりね。お揃いで買えて。そう、お揃いで嬉しいよね。共有できてます。そう。早速行きますか。行きましょう。行きましょう。お土産買ったでしょ。買いましたね。でここでプレゼント交換すると。僕にはない。ないよ。ないんだ。ちょっと顔変わってきた。そうか。うわ。いやいや、セクシー、めっちゃセクシー。いや、酔いましたよ。シンプル酔い。シンプル酔い。